シャンシャンと言いますんで、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。僕ね、ルーキーズとかの学園ドラマ、野球の学園ドラマめちゃくちゃ好きで、はいはいはい、ああめちゃくちゃ面白いな。知ってます？市原隼人主演の。そうなんですよ。エースで4番のやつが地方大会から一人で投げ抜いて、あれかっこいいね、甲子園まで行くみたいな、高速でバンバン三振取って甲子園まで行くっていう。ちょっとあれやりたいから、俺ピッチャーするし、ごめんちょっとキャッチャーってくれ。オッケー、キャッチャーでね。で、実はこのエースがもう怪我隠してるみたいな、怪我隠してるね。で、この投げて、はい、こいつが気づいて、お前隠すなよみたいな。はい、なるほどね。うっせんだよみたいな。オッケー、そういう感じで。そういう感じでいこうか。で、やっぱりお客さんにはやっぱりそのかっこいいシーンを見てほしいんで、こう約マジで入るよ。オッケー、マジで入るね。そうそうそう。かっこいいって感じで。で、うん、そうそう、そういう感じでそうやってやってる。で、声とかもうええやろ、お前。マジやってほしいから。お前、大衆前にして高ぶんなよ、お前。ごめんなさい。もうそ、すぎらんから、そんな説明。うん、で、その感じ。スッと入るから。やってくれ。いけるから。うん、ガチでかっこいい。ガチでかっこいいんだよ、これ。オッケー。それ、気合入れてくれよ。オッケー。こっちも行くから。よし。勝ったら甲子園出場や。来い。市原どこ行ってんお前。ちょっと戻ってこう、お前マジで。うっせんで。いい、今キャッチャーのピッチャーにして。バーエロちゃん、お前。バーエロ、抜け。はっはっ。ちゃうか、お前モノマネしてんか、ずっと喋んな、それで。お前抜け一回。なんで。ちょちょ、お前そのアンダースローになりそうだから。オーバースローで来らんと、こういうのって。アンダースロー、じゃあ、どこで入れてんのお前ちゃん。いらんって、お前。どういうこと？深呼吸じゃん。もうアンダースローやん、お前。オーバースロー。どういうこと？一回やって、もう一回やってみよう、お前。うん。はいはい。そこいいよ、そこいいよ。うん。準々決勝で出てくる記号派ピッチャーやする、お前。市原を困らすピッチャーやってんの、お前。あ、そういうこと？市原にならんと。オッケー。あ、ごめん。ボンダの山でお前納得できんから。三振なんだって、そこやって。うん、ちゃんと行こうね。オッケー。オッケー。よし、甲子園出場、来い。なんだ、ちょっとほんまに何してるの。うっせえじゃん。これええってお前。抜けや市原。そんなやりたいんか、喧嘩のシーンお前。明日どこで感動してんの。感動ゼロやお前。なぜならアンダーやから。どうかな。オーバーにせえ言ってんねん。オーバー。うん。緊張感ないか。関係ないって緊張感。ちょっと一回ランナー一塁に置いて、牽制してみますよ。それで入れるんやね。牽制してからルーキーズします。それでいけるんや。一回ちょ牽制だけさせて。オッケーオッケー。じゃあ俺キャッチ行くから。あ、じゃあお前もうここに出てるよ。なんでなんで。仕事もあるから。仕事？うん。なんだでしょうねお前。これ仕事って言うなよ、アンダー言うこと。なあ。ちょちょアンダーや。なんで分からへんのお前。アンダーじゃないけど。もうもう一回やってみよう。行こう行こう。あ、そこ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 気づけ。もう一回で。いやあそこやってお前バーカ。一回だね。背中やす。ちょちょちょこれをこうやって。違う違うこれをこうやって。分かる。ここここここで。そう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 。壊れたんだお前。壊れたんだお前。もう顔一ちゃんとすなお前。アンダーじゃいかんっつってんのよ。分かった。緊張感ないよ。緊張感じゃないって。ごめんなさい。意思お前の。ランナー満塁します。意味が分からない。ランナー満塁にして、で俺投げて、横にライナー来て、僕飛び込んで、ホーム投げてアウト。オッケー、見えました。これ。ほんまいけんやろな、お前。これオッケー。オーバーでいける？ほんまにいける。いけんやろ。オッケーオッケー。ランナー満塁ですよ。満塁ですよ、皆さん。オッケー、頼むよ。オッケーオッケーオッケー。よっしゃ、来い。よけ！かき！かき！オッケー！ホームオレ！ホームオレ！ホームオレ！よっしゃ甲子園行けるぞ！甲子園行けるぞ！いや甲子園行けるぞ！いやそこはアンダーでいいんだ！そこはアンダーでいいんだ！バーロー！何にやねん！高得からもこんままアンダーでいいやろお前こんままよ！なんだ！アンダーみたいに言うなお前。かっこよかったですよね。どこがやねん！もうやめちゃう後までした。